どうもこんにちは。世界的 VIP ゲーです。日本通信 SIM 契約しております。合理的シンプル290っていうプランなんでございますけども、まあ日本通信はそうなんですけども、データ通信の上限設定っていうのを決めることができるんですよ。で、僕は1ギガに設定しています。もうできるだけ安く抑えたいんでっていうことなんですけども、1ギガ使い切ってしまいまして、なんとですね、速度制限がかかってしまいました。というわけで今回は速度制限がかかった状態、つまり低速のスピードテストをねやっていきたいなと思います。いきましょう。で、 eSIM にして楽天ミニに入れてるので、このねちっちゃい端末でやります。では参りましょう。はい、これがですね低速になった状態でのスピードテストになります。まあこれを見る限りだと、まあ、100から200ぐらいかなっていう感じですよね。はい、というわけで今回はですね日本通信 SIM のですね低速スピードテストやってみました。以上です。お疲れ様でした。